FF ラジオ。今日も始まりました、はい、LF ルラジオ第34回です。はい、はい、今日もカンナナゾイ新大田の立ち飲み屋兼レコードショップ LF ルよりお送りしております。はい、本日お送りいたしますのは、はい、LF ルの相田です。サイカフレコーズの辻です。ナビゲーターの七重です。イエーイ、はい、おい今日は なんか3週空きましたよね。なんか久しぶりな感じがやっぱしちゃう。3週空いたね、うん、あそっか10月の23日が前の回で今日が11月の13 4あれ14あ 4かあうん3週空いてます。久しぶりですね。そうですな、うん、でね何があったかっていうとさ多分いっぱいありすぎてそうですね、まあ、まず七重と片岡がいっぱいあったそうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうだもんね。明日のアーの第3回公演が無事終わりまして、うん、その前にテアトロコントの市民プールも終わりまして、はい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 、はい、まあもうほぼほぼそれですねはい私は、まあ、そうだろうね。確かにそうだね、はい、そうなんですよ。26、27あれ27、28がテアトロコントで次の週が明日のアーでっていう、うん、でその次の週末っていうかまあ先週あそこの火曜でやんなくてよかったよね多分ね。んあの火曜にやんなくてよかった。一周早めたりしたら多分大変だし。いやそうですねもうなんか何も抜け殻状態だから2回ぐらいなんか、うん、俺昏睡状態で話してる覚えがある。昏睡状態で前回が生活の翌日だった。あはいはいはいもうねもう思考停止状態で確か俺その前は梅田さんの公演の練習で思考停止状態今日久しぶりにまともに頭が働くと思う。よかったよかったよかったなんかそんなの続きました、うん、まあじゃあまあ明日の後市民プールは後半ねちょっとそうですね俺も辻君も見てるからねそうゆっくりなんか2週連続見に来てくださって見に行けたやっと、うん、ありがとうございますの感じです、ね、結構でも2週連続会えた人多くて、うん、なんか偶然見に来てくださってた方とか、うん、そうそういて嬉しかったな。また全然違うからね明日のアート、まあね、市民プールの感じが、ね、同じ一応コントという振りだけどそうそうそう振り幅ですよね、うん、そうだねうんうんはい2人はなんかキャラは割と一貫してる感じしたけど、まあ、それちょっと後半へえまあいいや2人はなんか面白いことありましたそうですねカレーやりましたもんね。あそうだもう本番とかやってる間にカレーが11月の23ですよね。あのね今回マジですごかったんですよ。うん前回が1年ぶりぐらいのね今回でした、はい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 、で前はちょっと途中で間が空いてこう三島君が不安になるみたいな瞬間結構あったのよ、うん、ツイートして2日目が不安って言ってましたそう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 不安だと思ったけど売り切れたみたいな。そう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 去年はね、うん今年はもうなんか夕方には売り切れたっていう噂で聞いたんだけど、うん、完全にもう1日目も平日にもかかわらずもうオープンから30人ぐらい並んでて、うん、もうだからその後ろのドア、ここ人が並んで見えてるね、違う店みたい。ジロー本当そうすごいジローみたい本当に本当本当にあっちまで並んじゃってちょっとジローと間違えてた人がいるんじゃないですか。三島君言ってたけどねジローと間違えてませんかって列ができてるから女の子がキラキラキラみたいなああそういうのありましたけど、いやそれでだって、うんうん、列が途切れなくて、80杯ぐらい出るまで途切れなかったな。で1日目は90杯、2日目が正確に言うと102杯出てすごい、まあ、102杯とか言ってもよく分かんないけど、いやでもすごいのよ。初めての三島カレーの時、うんうん、去年のラジオの第3回のちょうど、うん、この後出てもらうみちこの回の時に三島カレーで2日間で150何杯売り上げてとか言ってて150何杯って言ってんのに上回ってんじゃんって今思った。あよく覚えとんねそれすごいね。いやさっき聞いてたさっき聞いてた。なるほどね。そうそうそうだ三島カレー全然上回っ夏にやってたやつだと思ってそう言ってた。ご飯が炊けないのが一番問題で間に合わなくて、それも3つぐらい稼働して、しかもだって業務用の
ね、炊くやつ、ご飯。あ、違う違う、あれはね、保温器だ。あれ保温器か、うんうん、そう。だからあれにもういっぱい詰めて、なるほどね、それでもすぐなくなっちゃうから、なるほどね、みたいなのですごかったですね。す、今回は何カレーだったんですか。チキンとサバ。サバいいな、美味しそう。高級なサバ缶を使っているって言ったかな。高級なサバ缶を、うん、いいな。うまかったね。うまかったね、うん、合いがけがあって、うん、なんか前回合いがけしてもらった覚えがあるな、なんか去年の秋のやつ。それ特別バージョンかな、かな、かもしれない。前までやってなかったわ。うんうん、多分今回初めてじゃないですかね、合いがけは。なんか多分前行った時に半分売り切れみたいになってたから、あ、どっちかが片方売り切れになってて一人前かけれないから、そう、なんかもう一個の方をちょっとかけてくれたみたいな感じだった気がする。うん、そうか、チキンカレー800円、サバカレー700円、合いかけ900円っていう、うん、サバカレーは高級なサバ缶を使っているのに、うん、チキンより安いんですか。まあなんていうか、多分準備がそんなにならないじゃない、うん、あ、そっか。基本的にね、高級なサバ缶、高級ってでもかなり、どんぐらい高級かは知らない。気になった、うん、前回はね、あのオープン前にたまたま中尾健太郎さんが来てね、うん、そうだったね、ちょっと食わせてよみたいな感じで、うん、そうですね、食べたらあれ面白かった本当に。これはカレーじゃないねって言われて、でも三島さんも今からオープンでめちゃくちゃ、あ、めっちゃうまいのできたわ、これ出すの楽しみやでみたいな感じだったのに、うん、カレーじゃないって言われて、めっちゃ落ち込んで、ちょっとね、ちょっとね、サラサラしてたんで、ね、そう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 、でもスープカレーでもないし、カレーでもないみたいな、なんかそんなこう食感でこれはカレーだろうかみたいな感じになっちゃって、すげえ混んでるね、うん、オープン直前に、そうそうやった。なんか本当になんか辛そうだったな、うん、今回はまさしくカレーでしたね。そうだね、それは多分中尾健太郎さん食っても、うん、まあ、カレーって言ったでしょうね、うん、カレーにて出るね。いや、食べたかったな。そうだね、そういうのあり、うん、ありましたね。あとは、あとは、あとは片岡くん、辻くんもいたよ、受精見舞いも、あ、そうそうそう、そうだ、似た、ゆうさん、ヒューさんタルジオに、まあまあまあ内容は、まあ、面白いとして、うん、まあ潤くんだろう、やっぱ。いや、潤さんマジで面白い、うん、いや面白いですよね。あ、面白い、ホント、中さんね、俺ミスチルだったっていう。あのライブで言ってました。いやいやいや、勘弁してよ。ミスチルだった、俺ミスチルだったってやばい。だったら何なんだよって。桜井だったとかじゃなくて、俺ミスチルだった俺一人でミスチルだったってことですよね。すごいな。あ、やっぱ潤くんが歌う瞬間さ、こう普通にそれまで割とうつむいてこうやってこうしたいエフェクターいじったりしてて、でこうクッてなるんだよね、うん、前を向くのよ。へ、あの顔がやっぱ何回見ても好きだね。それはもう完全に狙ってる、狙ってるんです。いや、それ、ま、それはマジなんですか。ナチュラルだと思います。ナチュラルなんです。ナチュラル、いや、ナチュラルに面白いっていうやつですよね。そう、もうナチュラルだね。本当の、あ、そう、昨日も、昨日でしたっけ、一昨日がたまたま店来てて、うん、そうそうそう、ナナエとも会って話してましたね。そうそうそう、ワンピースのピアノフィルムフェスティバルの時に来てくださってて、そうそうそう、あのビレッジオンザビレッジ組の、あ、そう、あれでもジュンクさんプロデュースしてるからね、黒川さんのやつ。そうそう、なんか打ち上げでちょっと話した。なるほどね。なんか相田さんって実はタトゥー入ってるんだよみたいな。そうそうそう、言ってたわそれ。何なんだよ本当にさ。そんな、確かに、だって別に相田さんが服脱いでるとことか見たことないし、そのすごい、あのサラリーマンだったというか会社員だったって言ってたのに、すごいなって思ってて、でもそんな服着てるよバレないからさとか言ってて、え、そっか、相田さん背中にすごいタトゥー入ってるんだみたいな。一瞬でも思った？思った。それがすごいんだよ。思ったんかい。え、思ったよ。
よ。思ったんか。だってさ、あれ結構付き合いが長いわけじゃないですか、うん、私知らないしと思って、うん、でもその場で解決したの、それは解決した。それはもう嘘だ、嘘でしたっていう話になったの。いや違う人が嘘だよって言った。じゃあそれ言われんかったらもしかしたら本当かもしれんだって思って。そこはね、純くん面白いとこで、だから別に、なんで、例えば、ま、二人っきりで、そういう話絶対しない。誰か突っ込む人がいるから、ジュン君はそういうふうに、パフォーマンスをして、お前何嘘ついてんだっていうパフォーマンスだ。誰か突っ込む人がいるから、それをやるっていうね、面白さもあるんですよね。それはね、絶妙なのよ。今度、ラジオで出てもらおうっていう話もさ、あ、そうそう、そう、出たいって言ってたし。ずっと言ってるし、もう今度出るときは、その、ひたすら相田さんの嘘を言ってもらうっていう。なんか、俺、LA フル一日店長やりたいみたいなことをずっと言ってて。そう、それはずっと言ってる。でも絶対ダメって言われるんだよねって言ってて。地球割り知ってるって言われて。地球割り。俺地球割り出すから、焼酎の地球割りって言われて。地球割りって何ですかって言ったら、焼酎と土を混ぜて、地球割りでしょ、みたいな。地球割りなんだ、それっていう。あと石をおつまみにするとか言って。なんかすごい。マジでやめてくれ。止められるんだよ。ナナエちゃんからも言っといてよ。小学生やん、もう。その嘘。この前。嘘っていうかも。ナナエちゃん、俺新しいお葬儀考えたんだよって言われて、あの、王将って言うんだけどって言われて。あれ、加藤君聞いたあれ？聞いてました。あの、将棋の王将あるじゃん。ああ、はい、はい。あれをさ、パチンって、うん、はい、ジン君が打つんだって、うん、それ850円で、はい、それで飲んでくれって言った。いやちょっとそれ通すぎるっていうか、それ高度、それめっちゃ面白い。それでもフェチなら可能性あるよ、うん、あれの音がたまらんって言った。確かに、まあ、指とかで確かにね、こう好きなの、こうやって、うん、こう人によるんだけど、うん、バーンって打つ人と、はい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 、カチッと置く人いるとか、はい、そういうのがあるんだけど、はい、いや、別にあなたはそういうんじゃねえし。将棋指す人じゃないじゃん。そう、じゃないしさ。ハブさんがやってくれたら俺、ね、850円払ってもいいけどさ。あ、それは確かにでもいいかも。ちょっとまあ新しいよね、新しいですね。物じゃない。流行りそうですよね、確かに。本当にあったら。そうだね。うん、様子だから。それって要するに、なんだろう。うん、なんとかカフェみたいなのと一緒じゃないですか、要するにそのオプションというか。まあでもそういうことか。というか、そうだね、うん、将棋屋カフェじゃないけど、あ、そういうことだね。そうだね、将棋屋居酒屋みたいな。あ、確かにね、みたいなことですね、みたいなことだね。単品メニューがそれジン君がやってもダメだ。そうみたいなことなのかな。そうだな、今よく考えるよね。ああ、そういう感じ。そういうの、ね、感じ。タラジェン・オニールも僕初めて見たの。あ、そっか、ライブ初めてか。めちゃくちゃ良かったっすね。良かったっすね。俺ちょっと後半しか、ほんの後半しか見てないけど。すげえ奇遇だったからでしょ、ね。最後面白かったっすけどね。アンコール。テニス上野さん入ってた、ね。上野さんの。裸で。サングラス。あれなんだって、なんかオマージュあれ。いや、なんか、そのドラムの、そのトータスの人が、うん、途中から、うん、その瞬間見てました。入る瞬間とか見て。あの、まあ、途中から呼ばれて、まあ、ドラム叩いてるんですけど、うん、別にドラム 2,3 曲叩いて、その後急におもむろに、あの、脱ぎ出して、うん、で、その後脱いで、そのまま叩いたんですよ。ああ、なるほどね。で、なんかもう、タトゥーバリバリに入って、みたいな。で、多分、ね、それだから同じ格好で出てきたんかな。それだけかな？わかんない、わかんないです。サングラス、変なサングラスかけてました。サングラスかけてました。いいな、見たかった。めっちゃ良かったわ、うん、ね、まあそういうのがあって、なんか結構バタバタしてたんですよね、この明日の終わってから1週間が。そうそう、あ、そうそうそう、そういえばさ、ルーシートゥー、あ、ルーシートゥーやりますね、はい、あ、昨日聞いてくれた女が。そう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 、昨日、あ、そうそう、七重と衣装合わせをして、そうそう、衣装合わせした後サニーカーウォッシュのライブを見てから行くみたいに言ってた。なるほどね。そう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 。今日いつ来るんですかって言ってますみたいなこと言って。そう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 。びっくりした。そんなつながり、あ、そうそうそう、なんやと思って。そうそうそう。そうなんですよ。それはナードマグネットからの流れってこと。ナードマグネット、まあ藤沢さん案件です。藤沢案件、ね、はい、うんうんうん。
そうそうそう、ナードマン、そうそう、ルーシーというってバンドが宇都宮の女の子のバンドなんですけど、そうそうそう、すごい3人組のね、可愛い、うん、まだ21歳とか、ね、まだ大学生の子がいるんですよね。そうそうそう、で今度そのマイヤングアニマルの力出したバンドの東京 の、 あのレコ発のオープニングアクトで出てもらう、なんかそう、あ、そうなんだ、女の子バンドで、そう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 、なるほどね、ミュージックビデオ撮りますよっていうので衣装のお手伝いというか、うん、やることになって、うん、なるほど、そうなんです、そうなんです、そうそう、そういうのとかでバタバタしてました、なんか、うん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 、いいバンドなんでね、新譜いつ発売、あ、まだか、あの、ね、リリースに合わせてとかじゃないみたいな、あ、そうなんだ、そうそう、リリースに合わせて出すとかじゃなくて、納品されでしたよね、あ、そうそうそう、あれは普通に今も出てる、うん、あ、もう出てるんだ、その曲の中のやつじゃないんやろね、その曲なのか、その曲、え、あの女の子のジャケットのやつ、あ、そう、絵の、あ、じゃないですね、あの曲じゃないのね、うん、へえ、なんか初期の曲、ああ、あの白と赤っぽい、そうです、あ、そう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 、はい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 、なるほどね、あれか、いやー、面白いな、昨日1枚買ってた人いたの、あ、文字ですか、うん、女の子3人の空気感ってめちゃめちゃ面白いんですよね、うん、なんかやっぱ3人の空気があるから、それに藤沢さんがこうタジタジしてる感じが、いや、もう女の子わかんないっすよってずっと言ってて、そう、藤沢さんっていうのはそのディスタイムレコーズの、まあ、でっかい、うん、あの、うん、おじさんなんですけど、そう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 、そうなんですよ、そう、タジタジしてて、いや、本当わかんねっすよ言ってることが、うん、みたいな、なんかわかんない、読解できないまま3人の中で、うん、そうだよね、オッケーオッケーみたいなって話が進んでっちゃうから、え、ちょっと今の何ってなって、確かに3人の若い女の子のグルーヴだもんね、ああいうのって、うん、会話とかのさ、そうそうそう、まあとかもさ、うん、そう、不思議、不思議です、うん、不思議だよね、うん、いや、面白いですね、うん、でもなんかみんなキャラがあるって、キャラがあってっていうか、うん、当たり前なんですけど、うん、なんかああいう女の子のバンド増えてる、うーん、そういうわけではない、昔からいる、昔からいますね、多分、うん、ああいうバンドは、まあ、ルージトゥは、まあ、J-POP っぽい感じなんですけど、うんうん、あのちょっとなんかリズム隊の2人は結構そういう宇都宮のなんかメロコアというか、そうそうそう、そういうのがバックグラウンドにあってやってて、うん、ボーカル、ギターボーカルの女の子はすごいジュディ・マリが好きみたいな、そうそうそう、だからすごいバランスなんですよ、うん、なんかちょたまにあのなんかエモ感の、うん、そうそうそう、がある感じをちょっと出してくるところが、うん、まあ、なんか面白いなっていう、基本的に明るい感じなの、明るい感じです、まあ、じです、あ、いいですね、はいはい、うん、早いし割と明るいし、早い、うん、明るいし割と短いしって感じです、ああ、いいじゃん、いいじゃん、うん、へえ、うん、そんな感じ、そう、それもねやるのでお楽しみにっていう感じです、うん、はい、ちょっと前半のうちもう一個だけ話したいのがさ、はい、はいはい、前回話しててさ、うんうん、俺ウォーキングデッドを見始めた、ああ、ですよ、あ、ですが、が、 あれ、え、俺この前辻君に今お店入ってる時ちょっと行ったじゃん、そうっすね、なんすか、なんかエピソード今 8?9 くらいが最新、8ぐらいが最新、加藤君も見てるの、いや、見ようと思ってまだ見てない、あ、はいはいはい、でほうエピソード1見切って、おう、でこれネタバレになるからあんまやっぱ言えないんだけど、いや、そうっすなんですよね、まあ言うと、うん、2の2で、はい、鹿と子供の場面あんじゃん、ああ、ありますね、俺もう、あそこでもうやっぱ、もう嫌だーと思って、もうやめちゃった。俺もうダメ。え、何がダメ、何が、仕方ない。だってさ、ゾンビ関係ねえじゃん。なんでさ、俺ゾンビにこう、危機迫られて命が危ない危ないっつって怪我したりとか、うん、みんな救出したり、やばいあそこやばいっつって助けに行こうっていう話ならわかるよ、うんうん。あれ関係ねえじゃねえか、あれ。もうただただかわいそうなだけなんですよ。だから言ったじゃないですか。そう、ゾンビ関係ない、ゾンビ関係ないんですよ。だから俺無理。全然楽しくない。うわ、ゾンビ、いや、ゾンビと対決しているとこはいいの。マジか。対決っていうか、知恵を働かせてさ、うん、こう、いろいろかいくぐったりする場面は、あ、スリルあるねって思うけど、あれ関係ないんだもん。もうそこで俺も脱落したね、もう見てらんねえやと思って、なんでこんなかわいそうな姿を俺は見なきゃいけないんだと思って、もうダメだと、なるほど申し訳ない、ちょっとね、
ダメでした、ね、賛否映画として見てるからそういうことなんでしょうね。じゃないのおかしいってなっちゃうってことですか。おかしいし、そう、もうそれ必要あるっていういやそういうことばっかりじゃないですか。だって作り物なんだから。いやいや、そうなんだけど、でも相田さん邪魔者あるとダメだから耐えられない。邪魔者が入ってくるのが嫌でドラマ見れないから。そう話したかったなこの先の話いやーやだな。ちょうど先週あの、うん、バナナマンの、うん、バナナムーンのラジオでも、うん、あのちょうどウォーキングデッドの話があって、で、その話は、うん、あのあれ宮崎 P かな、うんうん、が、うん、あ、そう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 、ウォーキングデッド見始めたってツイートあったの。あ、本当に宮崎さんかなだか、うん、もう誰かが、そう、うん、ウォーキングデッド見始めたっていう、うんうん、で、その話がで面白いっていうので、なんかバナナマンチームでみんな話してたらしいんですけど、うん、なんか話が食い、あ、違ってるってなって。なるほど、なるほど。宮崎 P が見てたのは、うん、あの、検索したら出てきませんでした？もう一個。フィアーザウォーキングデッド。 あ、ね、あれ違うの？違うんですね。そう、違うんですよあれ違うんだ。そうで、あれももうエピソード3、4ぐらいまで行ってて、それも終わってないんですよ。でそれも一応ウォーキングデッドのまあ、うん、あのなんていうんですか、スピンオフみたいな、うん、あのこれだ、ウォーキングデッドの、そうそうそう、それも出てくるよ、フライも出てくるよ。でしかもこれも面白いらしいんですよ。あ、そうか、見てないですけど、でもこれが、ま、あのウォーキングデッドの一応前の話らしいですよ。へー、多分全部で監督は同じなの？ね、ちょっと関わって、あのね、同じ人っていうか最初の方作ってた監督がこれもやってるのかな。本当だ、本当だ。でこれも割と面白いらしいんですけど、先にそれを、なるほど、ね、見ちゃってってるらしくて、でもそれもまだ全然終わってないし、あ、だからもうどうしようっていう、これから先それを一旦中断してウォーキングデッドもう一回見始めるのか、そういうことか。先に見ちゃってたから、先に見ちゃってる。でも一応まあ前の話だから、うん、その、まあ、先に見てもスターウォーズで、うん、あ、前の話か、見る順番的なね、エピソードなんちゃら的な、ね、そうそう、でもスピードあの何でした、スターウォーズも前の話とかになるじゃないですか、うんうん、後の話から前の話を作ってるから、そう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 、だからもうそういう見方もいいけどみたいな話で、それめっちゃ面白かった。へえみんな見てんだな、そのシリーズものね。あれでもさ、俺しばらくさあれ見てた時にさ、あん肝調理する時もうゾンビにしか思えなかったマジで血筋抜くんだけどさキルキルキル完全にゾンビの内臓だなって思ってしばらくゾンビ殺して内臓こうやってやったりするんでね、そうそうそう、すげえある、そういうのあるね。まあそれは別に全然大丈夫なんだよな俺は、うん、人が人を痛めつけてどうすんだよそれもうなんか見れるものマジ少ないな映画とかも全部、いやだ、1話だったら多分いけるよ、そう、映画としてウォーキングデッド、うん、あ、だったら全然見れると思う、それは。だから全部完結したら見ようかな。なるほどね。ああ。週末がハッピーエンドって分かってんなら見てもいいや。ああ。今収まりついてないでしょ、あれ。ついてないです。あ、どう終わらせるかみたいなこともシリーズで見てる人たちは楽しみなわけですもんね。そう。でも最近流れとして全然幸せに終わらない可能性があるからね。まあその可能性もありますね。シーズン7は絶望的な、うん、シーズンなんでやだな。え、今何まで出てるの？8、今8を、うんうん、あ、今やってるんだ。俺2の2で終わっちゃった早いわやだな。あ、見てほしかったな。ちょっともう一回ちょっと違うやつ見れば、そこだけ飛ばそうかな。う、うん、2飛ばして3、次に行っちゃえば。いやでも2も、あ、でもね、2は割と人間ドラマだな。そうだから3見て2が気になって見るみたいなやっぱ2見ないと 見れねえわって思ってちゃんと2を見れるようになるかもしれない。あ、そしたらだから先に2を見ないで3を見て、やっぱ2見とけばよかったってなってちゃんと2も見れるかもしれない。3で、うん、あの子が元気だったら大丈夫なんだよ。ああ、それだったら3で その子が元気だったら2も見れるじゃないですか。そうなんだよねその見方ってどうなんだっていう。いや知らないけど知らないけど、はい、はい
ちょっとずつの時間、今日ゲストを呼びしてるんで、ね、ちょっと遠くから、はい、来ていただいてるんで、ね、なんかこれ、スケジュールいきます？あ、そうか、そうしよう。うんうん。ありますか？今週のスケジュール、私はもうその出てもらう高山道彦くんの ODD のあれかな、展示会がキットギャラリーでありますっていう。キットなんだね。そうなんです、うん、今回キットギャラリーでチャーベさんのところで11月の20日から26日の1週間、原宿のキットギャラリーでやりますっていうので、誰でも来れるので来てください。11時から9時ぐらいまで開けてます。初日と最終日がちょっと、初日が3時からで最終日が7時までっていう感じなんですけど、それ以外の日は11時9時で開けてて、私は25日以外はいます。で25日が埼玉大学の文化祭のなんかむつめ祭りだっけなっていうのに、うん、むくむく、チャンヒーさんのむくむくが出店で、うんうん、チャンヒーさんに、ナナエちゃん手伝ってって言われて、本当、そう、それに出店に行くので、はい。むつめ祭、うん。むくむく今、店舗休んじゃってるね。そうみたいですね。うん、そうそう、今、いろいろ考えてるみたいですね。そうね。11月の25日の、4時から、4時オープン、4時半スタートで、ライブ企画、スリートーンっていうので、三つ目と金子彩乃のバンドセットとエンジョイミュージッククラブが出ます。でそこに多分ムクムクも出店してるってことなんだと思います。なるほど。埼玉大学大学会館3階大集会室ってところでやるらしいので、え、誰っつった今出る、三つ目金子彩乃のバンドセットエンジョイミュージッククラブ、昼間か、昼間ですね、4時、4時半から、ね、はいっていう感じです。それ以外はそうですね、26まではキットギャラリーにいます。そんな感じかな。はい、うんうん。片岡ありますか？はい、僕あんまり関わってないっていうか、普通に見に行こうと思ってたんですけど、来週23日木曜日祝日にさっき言ってた純くんがやっているのっぽのグーニーっていうのと、ヨジクとワンダー、あ、いいですね、の変態コンビだ、変態の変態謎のツーマンが変態ツーマン祖師ヶ谷オークラのムリウイっていうカフェムリウイ、聞いたことない、祖師ヶ谷オークラすごくいいところらしいと。あ、その近くね、青地祖師ヶ谷っていうピザ屋さん欲しいよ。へ、行ってみてください。クラフトビールいっぱいあるがあるので、ぜひ純くんを生で見てほしいっていう感じですね。そうですね。あとその翌日の24日ですが、はい、ラジオの日で月に1回ぐらいカウント入ってくるという入井さんの生誕祭がうちのお店であって、何それそんなこと、誰でも来ていい生誕祭なんでてか別に何もしないと思うけど、うん、入井さん41歳みたいなんで、知らなかった。やべえよ入井さん41歳。なので入井さんのファンの人は来てください。入井ギャルであふれかえることでしょう。入井ギャル、はい、ギャル来てほしいね、マジ。よし、でも入井さん、入井さんがカウンター入ってる日結構入井さんのお客さん多いじゃないですか、なんかね。そうかな。え、嘘、え、何この反応、嘘でしょ。入井さんをでも本気で落としたいって女の子も本当に募集します。来てほしい。その日はもう本当にそう、ね、ガチで行ってもらって大丈夫なんで。なんかもう副題が確か何だっけ、人生の折り返し地点みたいな副題がついてたんで、41ということで、まあ80人生設計としたらね、ちょうど折り返し地点ですから、なんかそんな副題がついてたら、まあちょっとよかったら来てください。はい、はい。これ放送される時なんですけど、うん、土曜日、18日土曜日にフィーバーで、うんうん、札幌からディスチャーミングマンっていう、バンドが来て、ザ・ハッチっていうバンドとマスドレのスリマンがあって、それがディスチャーの、7インチのリリースパーティーで、うん、この7インチ、プロデュースしてるのが中尾健太郎さんがプロデュースした、うんやつで、まあ、多分それもうち扱うことになると思うんですけど、ほう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 、それが先行販売でその日はあります、はい、っていうのと、はい、もう一個12月8日金曜日は、マイアンガニマルのさっき言ってたレコ発がありまして、はいはいはい、ルーシー2も見れるぞっていうことですね。神楽坂の神楽根で、
ピーリングワーズと、フォールズとルーシー2でやりますので。なるほどなるほど。狭めなんで、割ともう結構いっぱい来てるんでソールドすると思うんで早めに予約お願いします。はいはい、こんな感じかな、はい、じゃあ次行きましょう、はい、次行きましょう。シネマの夜音がありましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの曲は今新しいアルバムの熱源の一番最後の曲なんです、うん、僕たちの曲なんですけど、昔三島と久野が大学の時にやって、うん、サークル内でやってたバンドの曲をリアレンジして、マジで、だから10年前の曲なんです。マジで、すごいすごい。自分のバンドの話するのはちょっとやっぱそうだよね、恥ずかしい、はい。エレフルラジオ、この番組はオールフリー、強炭酸、トマトジュース、ウォーキングデッドが好きなパーソナリティでお送りしております。そうきた嬉しい、入ってきた、入ってきたよ、来た。そうなんですよ、マイク近めに、そうきたか、そうきたか、全部見てる。見てますか。僕はこのシーズン7が出る前にハマって、で6まで見切ってふわーんってなっちゃって今。じゃあまだ7見てない、ね。まだ7見てない。うわー7マジで。本当に辛いシーズンなんで。いやそう、さっき絶望的って言ってたよ。それもリークもなんかちょっとチェックしちゃってて。なら見ないかな。蜂出てから見た方がいいかもって、ね。ああ、もうそれもありますね。そんなに辛い推し、なんでいいんだよ。本当に分かってんだよ。はい、今日のゲストは、ODD って、去年の7月ぐらいにラジオに出てもらった。てか、初ゲストでした。そうですね、初、このラジオの。あれ、おととしだっけ。おととしまだやってないよ。やってないよ、まだ。1年ちょいぐらいしかやってないもん。あ、そうか、17か、今。そう、川谷さんとやった時の、そう、展示。去年だ。そうそうそう、その時に、ゲストに出てもらった高山道彦くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イェーイ。そうそう、11月の20日から26日に、さっきも言ったんですけど、キットギャラリーっていうね、うん、原宿のギャラリーで、お洋服の展示をやりますよっていうことで、直前だし、来てよっつって昨日連絡してね。そう、突然呼んでいただいて、ね、いや、すいません、遠くからありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう、 DM もねできたしね。 DM があって、もう俺はだからあれから2回見させてもらって。そうですね、来ていただいて、そう、2回なんで。去年の1月のやつと7月のやつと、そう、8月にやって1月にやって、で今度11月。なるほど。結構空いたね。そうですね。あ、でもそんなペースでずっとやってるんですか。いや、なんかもともとはもっとハイペースだったんですけど、そうそう、僕が学生だったっていうのがあって、1月のは卒業展みたいな感じでやってて、でそこからなんかいい天気だなって思ってたら11月になっちゃってて、あ、やらなきゃみたいな気持ちで。なるほど。そう、みんなで DM をね渡して。そう、 DM ありがとうございます。これまたいいですね。これも地元ですか。そうなんですよ、これ、ね、うちの実家で、ね、いや、よかったよね。このそうなんですよ、この前ちょうど撮影して、ちょうど撮影終わって、そうそう、え、これ実家なの。終わりたてです。実家で工場をやってて。そうそう、え、マジっすか。おじいちゃんおばあちゃんにも会った。そう、もうガンガン。おばあちゃんマジ可愛かったよね。ガンガン来るから、ずっと見てんの。ずっと見てて大丈夫大丈夫って、お昼食べなさいっつってお札握らされたりして、そうそうそう、おばあちゃんいいからみたいな、なんか中学生みたいな。チョコもらったのっつってね。ゴディバー、ゴディバーのチョコよ。実家で聞くわみたいな感じの。ゴディバー、もうすごい喜んだよね。そう、すごい、なんか宝石みたいなチョコですね。ほんわかしちゃった。そうなんです、実家が金属加工の工場やってて、で、なんか、そうなんですよ、なんかおじいさんがその開発者みたいな感じで加工してて、でそもそも僕がこのものづくり
ていうのに、うんうん、そうだよね、入っていくきっかけっていうのがやっぱおじいさんの後ろ姿っていうのもあって、一番最初のその本当にブランドとか始める前とか、その金属加工の加工した金属のアクセサリーとか作ってて、そうそうなんですよ、なんかぐるぐるした なんか金属の棒をぐるぐる 回して指輪にしたりとか、周りに結構近くにあったんで叩いて指輪っぽくしたものとかを見てもらったりしてたのが今きっかけっていうか、そうそうそう、なるほど、ね、なるほど、工場楽しかったな、いい、ね、そうなんですよ、いいよね、平塚ですもんね、平塚です、平塚で、ね、前回来た時に平塚は湘南じゃないって、そうですね、ちょっとそのその話したね、その話は俺は藤沢なんで、そう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 、がっちり茅ヶ崎までだぞっていう、ね、いろいろね、ちょっとその話でサザンは茅ヶ崎、そっちが先、茅ヶ崎みたいなね、ちょっとそれはいいんですよ。そう、なんか美智子はこの今 DM をまあ見てもらってるんですけど、うんうんうん、この右側にラックみたいになってて服がかかってて、左側にこう茶色い画用紙というか、これ何の紙なの、うんうんうん、これはあのあれだよね、包み、そう、包装紙だよね、なんか前回も、そう、前回もあって、なんか言ってましたね、なんか元々僕が学校で教えられるあの服作りっていうのがすごく中途半端に工業化されてて、であの綺麗な紙にシャーペンで書くとかっていうこと自体がなんで自由な気持ちで作ってる学生なのにそういう風になっていっちゃうんだろうっていうのがすごい悩んでてっていうかあって、でたまたま大きい紙が捨ててあって、あの僕の学校やっぱ服の学校だったんで、あの布を包む包装紙みたいなのが大きくて、でそこにじゃあフリーハンドで書いたものは僕が書く作図と何が違うんだろうっていうところから、自分の落書きだって服になるんじゃないかっていう感覚 で、 はい、でこの包装紙に書いてあるこの絵を型紙にしてそれを服にしてるっていう、だからこの絵を描いてる段階ではその自分がスカートを描いてるのかシャツを描いてるのかは分からないっていう、組み立ててみて服、この服は何になりそうみたいな感じで服作ってるんだよね、そうそう、描いてる時と組み立てる時の自分が全然別っていう感覚でやってて、だからこの、そう、前回の展示の時でこの包装紙を触らせてもらって、絶妙にこう頑丈で、そうですね、なんかそう、すぐ破れなさそうだしみたいな、なんかね、すごいいい手触り、ガンガンにこう躊躇なく線が引けていいんだよね、そうそうそう、そうなんですよ、そこもすごい大事で、なんか包装紙ってあの本当にタフだから、なんかパターン用紙は曲げちゃいけないみたいな、鉄の掟みたいなのも、そうそう、だからなんか気に入らないみたいな、丸いバズーカみたいな持ってるじゃないですか、あれに丸めて入れてるわけですよ、そうそう、僕はもう八つ折りにしてリュックに詰めるみたいな感じではい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 、なるほどね、普通に跡がつ、跡もつ、ついてます、もうガンガン跡ついて、ガンガン跡ついて、そういうことですもんね、擦れていくのもなんか僕の気持ち的にはデニムの色落ちみたいな感じで、当たり出てんな、当たり出、そう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 、四つ折りの当たり出てんなみたいな、しかもさ、当たり生かしで線描いたりするですよ、そうそう、結構 ねシワ出ちゃってるところに描き足して別の服にしてみたりとか、そうそう、なんかそもそもそれが服を作ってるない人からすると、そのこういう絵から服を作るっていうことがなんかイレギュラーってことがわからないかもしれないけど、もともと原型っていう服の元があって、それを展開して服にするっていうのが普通なんですよ、型紙にしてっていう、うん、そうそうそう、それをしないっていうことだよね、なんかそう、この今みんないる体の形っていう、この服の形っていうのを、うん、あの服を分解して紙に当てたような原型っていうのがもともとどこにもあって、 そうそう、それを展開することでいろんな服になっていくんですけど、それをしないんだよね、それをしなきゃいけないって何みたいな、はいはいはい、なんで自分たちの気持ちで作ってるのに、なんかパソコンでできる仕事、人に頼んでできるように当てはめていかなきゃいけないのかなっていうのはなんとなく思ってて、でそれをあの4年生の時に1回就職活動したことあって、でそれであの A ネットに落とされた時に知らねえよみたいな気持ちになって、でそこからもう完全に自分に何ができるかなっていうのを考えてて、今もうフリーでやってるんですか、もう完全にフリーで、
やってますね。そうかそうか。いや、就活したんですね。就活一回して、いいですね。なんか自分が頑張った服みたいなのを見てもらった時に、もう針にも棒にもみたいな感じで、ああそう、じゃあ知らねえよみたいな。なんかさ、その後さ、髪の毛染めててさ、お前就職する気ねえなみたいな話したよね。なんかそうそうそう、なんか髪赤くしたりとかしててさ、なんかさ、髪赤くしたり金髪、今も金髪だけどさ、なんかみんながだんだん黒くなってくのに、みちこだけずっとそういう色だから、なんかだんだん染めてやってたんですか。いや、もう就活の時は金髪だったんですけど、なんかこれならなんとかファッション系なら大丈夫だみたいな感じをあのディスカッションしながら決めてて、それで行ったんですけど、まあだったんで赤にしようみたいな。そうそうそう、逆にもう弾けたなと思って、それが私はもう見てて気持ちよかったですね。そうそう、そういう意味では結構 A ネットに落とされるっていうのは大事な経験かもしれないです。A ネットって結構その登竜門感がねあるんで、 A ネットって何？ A ネットってあの大手の、うん、なんだろう、ファッション会社で、うん、いろんなブランドたくさん持ってて、あ、もうブランドを持ってる会社なんだ。そうそうそう、いろんなブランドをたくさん持ってて、そういうことね、はい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 、はい、でとりあえず服飾学生はそこを受けとくみたいなのがあって、渋谷パルコの4階って感じ。ああそう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 、めっちゃ行ってた渋谷パルコの4階のやつが大体 A ネットです、うん、そう、めっちゃ買ってました僕昔。本当、そうそうそう、昔の服、そう、昔の彼女に昔の彼女に多分影響されたかな。おうちご飯じゃないよね。じゃない、おうちご飯、でもさ、あ、そこ、そこですね。そこかよ。そうです、そうそうそう、おうちご飯でちょっと昔、うん、昔ね、彼女と2人でやったユニットがらしくて、それ早く聞きたいんだけど。みんなじゃあ因縁の A ネットで。なんかあの、私はもうみちこがずっと服を作り続け、初めて時からずっと服を着てるから、うん、結構長いんだけど、今回その最近もう何日前、え、1週間ぐらい前か、1週間も経ってないか、いや、経ってない、3日ぐらい、3日前ぐらいに撮影して、もうね、服がめっちゃ良くて今回、そう、めっちゃいいんですよ。いや、今までのも全然、なんだろう、私は自由だから、私は自由だから、うん、そう、私はすごい自由だから、みちこがどんな服を着て、私はとても自由だから、リベラル作ってきても、あとカットするやつだから俺は。そう、なんか自由な服が上がってきたら、もうだからみちこが服を作ったらそれをただ着るっていうので活動してきたみたいなところがあるから、どんな服を作ってきてもそれをどう着るかって考えることが楽しいみたいな楽しみ方をしてきたから、なんか何が着てもうわーって ならないというか、うお、これどう着ようってなるから、でなんかどんな服が着ても全然いいんですけど、今回のうわ着たい着たいってなる服だったんですよね。そう、そういう違いは何なの？いや、なんだろう、ね、あ、でも違いは結構、うん、あの相田さんが展示見に来てくださってた時に、はいはいはい、絵の話を してた時で、その教授の先生と、うん、で、あの絵をか、あの絵を描いてる段階で服になるだろうかっていう考え、その造形に下心があると、うん、はいはいはい、しましたね、そう、絵を描いてて面白くないんじゃないかっていうようなことを話して、うんうんうん、あ、それはそうだなっていうのはもちろんその時も思ってたんですけど、じゃあ逆に下心持ってるとどうなるのとか、下心持ってやったことがなかったから、はいはいはい、で今回自分がこういう服にしたいって思って描いたものが本当にその服になるのみたいな、うん、ギャップにも挑戦したりしてて、あ、そうだったの、そうそうそう、でそういう意味で言えばもうほぼならない答えましたね。そう、だから前見た時点で二人と美智子君に話を聞いた時に、やっぱりその最初は本当に乱雑に図は描けるだろうけど、うん、繰り返していくうちにやっぱり自分の中で慣れてきた、絶対イメージができるんじゃないのって話を確かそうした覚えがあって、もうそれも意図的にじゃあ今回組み込んだんですね。そうですね、うん、今回その誰にもわからないんだけど、はいはい、僕があの本当に電話してる時に書いちゃう落書きっていうのに追加して、例えばここだけあのパターンのあの形っぽく書いてみるとかっていうのを入れた上で、どういう服になるのかっていうのをやってて、まあほとんどならないから、ならないね、まあならないからどうしようかなって考えるのはまた絵を描いてる僕とは別、服を作れる僕が考えることっていうか、だからもう完全に分業してたんですけど、一人で分業、一人で分業すごいな。
だからそういう意味ではあの前に話したあの造形の作為っていう話はすごく今回やったかなっていう。へえ、そうだったんだ。そうなんですよ。なるほどなるほど。でもね、ほんと可愛いんですよね今回ね。なんだろうね。なんだろうね。なんだろうね。なんかすごい変わっ、今までとはすごく自分でも変わったっていうか、本当にその印象は自分でもあるんです。印象はあって、本当にもう本当さ、撮影終わった瞬間さ、よかったよね今日本当に握手して、ね、よかったよ実際よかったよねみたいなちょっとにやりがあったよね。なんか僕個人としてはずっとこもって服を作ってるんで、なんか七重さんとかそのよその人、僕からすると着てくれる人っていうのと鑑賞した時に、この服があ良かったんだとか、うん、あそうそうそう、それまで自分で作ってるけどレディースは着れないし、そうかそうかそうか、そうだよね、想像はしますよね。でもね、だからボディーに着せてるっていうか、ね、そう、でもボディーは本当に服が似合わなくて、本当ねあいつね、ボディーっていうあのマネキンです、ベージュのマネキンみたいなの大体持ってて、そうそうそう、でそれに着せるんですけど、もう本当に彼らは着せられるだけなんで、ね、あそう似合わなくて、面白いですね。いやその話したよね。したした、あいつらマジ本当自分に何が似合うか分かってねえからって話をしたんですよね。へえ、ボディだってボディなんだけど、なんか初めて人が着て初めて服になるみたいなところがあって、うん、あそうそう、なんかそうやっぱりボディが着てる段階では布の塊っていうイメージしかなくて、うんうん、そう見えない、そうしか見えない感じになっちゃうそう、なんならハンガーの延長っていうか、うんうん、かけられてる、まあ、着てるじゃなくて、あそういうことか。やっぱりあのお店とかもマネキンが着てても可愛いけど、店員さんが着てる方が親近感が湧くじゃないですか。親近感だったりとか、自分が着てる想像ができるとかだったり、まあ、購買者の視線で言うとですけど、とかがあるから、 あとやっぱ動くとどうなるかとかね。そうか、いやーいいよね今回の、めっちゃいいんだよね、楽しみだな。もうこれでも本当ね、言ってもらうしかね、このこの DM でもこれで服の形かどうかわからないじゃない。そうそうですね、うん、実際行ってみたら、そのあの着ることもできますからね、うん、そうです、展示見に行って、あのそうなんです、ね、展示でやっぱ触っちゃいけない気するけど、みちこ君の場合は全然着てもらってもいいし、こうバッグとか、あ前回とかあったりとか、それもなんかこう、うんうん、しかもなんか前回はその結構白いスペースでやったから圧迫感があったけど、キットギャラリーは割とナチュラルな素材の場所だから、下が床が木だったりとか、ね、窓があったりとかね、そうね、そうそう、確かに、あ窓なかったもんね前回、確かにそうですね、そうそう、だから割とフランクな感じで誰でも来れるし、見てほしいですね。そうですね、やっぱ僕が作ってる服っていうのが服にしてるんですけど、やっぱり解釈がずれてくる部分があるんで、着てもらって自分の体が入った上での立体感とか動いた気持ちっていうのが結構大事なのかなっていうのは思ってて。なるほどな、うん、なんかあれだよね、今回結構服ちゃんと服だしさ、あれだけどさ、ね、やっぱりその前回を経てることがマジで大事で、そうそうそうですね、うん、そうそうそうなんだよね。前回の服はかなり、なんだろう、要するに着る側がかなり模索する服だったからさ、それは楽しいけど、でもそれってやっぱり一般的ではないからさ、一般的な人って服の着方分かんない服着ないし、そうそうっていうのはあるから、なんかそれが割とマイルドになった感じ、そう今回は。俺も前回の時点でもちょっとマイルドになった気がしたんだよな。あ前々回より、あでもそれは結構展示見てもらって、うんうんうん、人には展示の雰囲気ではマイルドになったなっ なったってなるけど、かります。あ展示の雰囲気は確かにそうか、あ、まあ、前回から川谷君じゃ写真なくなって、あそうです、ね、それは小池君って子にお願いしてるんですけど、最初見た3人はなんかまあ服の展示かどうかすらよく分からなかった。いや、まあ、あれは、ね、あれも服の展示じゃなかったんで、そうそうそう、なんか本当に3人のぶつかり合いみたいな感じで、そうそうそう、もう本当に毎日 ね喧嘩して、毎日マジでギスギスしてたよねこの話するとき本当に毎日ギスギスしてたよねで終わるよねそうそうでもよかったよね、よかった、その過ぎた記録として、振り返ると、あの展示超良かったよね、あの展示は面白かったなっていうのがすごく、うん、面白かったよね、よかった、なるほどなるほど、
でこういうものづくりとかっていうのも結構小さい頃それこそここの工場に移る前の工場で僕が小学校入る前とかにやってた遊びみたいな気持ちの延長線上であって、なんかティッシュをこうくしゃくしゃって1枚取ってポイって机の上に出して、そのティッシュが広がっていった形が何に見えるかみたいな遊びをしてた記憶があって、うわーすげえで、なんか本当にそれと同じ今僕が作ってる服ってなんか布をぐしゃぐしゃっとして、結局それがパンツなのかシャツなのか、なんかティッシュっていう素材感とかその工業の匂いがするからティッシュっていう前提でそのものが、まあ例えば魚なのか馬なのかって見えるけどっていう感覚がずっとあって、本当に今もまあ本気なんですけど遊んでるっていう、その工業製品を作る流れをいかに自分のものにして遊ぶかみたいなのがテーマとしてあって、いや、あと素材だね、変わったのは。あ、そうね、素材、異素材をね組み合わせることに成功している、うん、もうね全体的に私は褒めていきたい。異素材 ね、異素材、異素材を組み合わせることに成功している、もう成功していると言います。うん、成功しているし、そのあとなんか細かい絞りとか、うん、そういうのとかがなんか上手になってきてるなと思いますね。なんかそこでは結構あの前回の展示を経て、なんか僕自身が自分の服を作る理由っていうか、その自分の服に出てきちゃう自分の色っていうのを探してて、で、あ、この方法でやれば多分自分の形にしかならないんだなっていう、なんか自信と諦めみたいなものが一緒にあって、はいはいはい、でじゃあそれ以外の部分はなんか自分が見たものとか、その服の印象っていう一般的な服の印象に寄せていってもいいんじゃないかなと思って、例えばチェックであったり、そのバイカラーの切り替えとか、その一般的に服っぽいディティールっていうんですか、ポケットとか絞りとかっていうのをその自分の服に乗せていっても、それはなんか違和感として残るんじゃないかなっていう挑戦としても、結構今回はもうこだわりを絞ったって感じってことですかね。そうですね、なんていうか言い方パッと言っちゃうとっていうか、そう、なんかここは自分の多分オリジナリティが出るから、それ以外は任せてみようみたいな、服の服に。なるほどなるほど。だからなんかそういう意味では金型ができたみたいな、なんか一般的にナルトは渦巻きにできるけど、僕のナルトは渦巻きにできないから、あの同じ素材をやってみたらどうなるのかなみたいな、はい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 、なんていうのかな、なんかすごい自分のなんかスピリットの話になっちゃう、スピッちゃうみたいな。そんなスピッてはないし、なんか入れ物ができたっていうのは結構今までの展示を通してでかいのかなっていうのは思ってますね。なるほどなるほど。いや楽しみだよね、これちょっと本当にね、見に行ってもらえばどういうことを話してるか分かると思うんで見に行ってください。そうなんですよね、あれ自分が知らないでって考えたら、知らないで聞いたら分かんない、何話してるかよく分かんないと思うんで、そうそうそう、うん、そうなんだよね。まあ7円が着てるのとかもやっぱこう面白いし、あ、そういう風に着るんだっていうのも違うんだけど、スタイリングもめっちゃいいよね。そう、今回めちゃめちゃ良かったいや本当に良かったよね今回のスタイリング。それ見た時にそのずっと自分があのコンビニの夜勤のおじさんとしか話さない生活をしてたんで、ずっとアトリエにこもってお弁当温めますか、はいの会話だけっていうで七重さんが来て、いやこれいいねって言われた時に、いや生きててよかったわそれの展示ですね。今回からはちょっと場所が違って、うん、原宿の橋の方、原宿あの下のカフェは本当しょっちゅう行くんだけどね俺。へあ、そうなんですね。あそこ居心地いいから人はあんまいないから。あ、そうですね。あの辺いないですよね。いないですよね。原宿なんですけど神宮前寄りっていうのかな。うん、あ、そうじゃん。そう、これキットじゃなくて、あ、キットの。そう、前のあの。あ、はいはいはい。あのコンシールの下の。コンシールの下の。いや、そこもそう。そう、あのあそこも場所的にいいですよね。コンシールの場所いいよね。いい。あそこソファー。あ、下のカフェね。いっぱいある。そう、はいはいはい、まあ、関係ないんだけど。いやいや。キットもね、そう、まあまあおしゃれゾーンなのかな。おしゃれゾーンから若干ちょっと離れてる。離れてる。うん。
よかったらね、あの、テテコケット近いんで、髪切って帰ってください。そう、電池見て髪切って、うんうんうん、すっきりして。すっきりして帰ってもらえるといいかな、仲良し。うんうんうん、ね。いや、はい。楽しみだ、ね。あれ、そうね、なんかこれ以上どう話せばいいか分かんないですけど、なんか。いやいや、なんか全然、そう、絵とかっていうのも、うんうんうん、自分の、もともと、その、服を作る人だったんで、絵っていうのも、本当にただ軽い気持ちで、あの、インクを紙に載せてただけだったんですけど、その、展示を見てくれた画家の人に、これは線の外側を写しているのか、内側を写しているのか、どっちなんですかって聞かれた時に、はいはいはい、その話ね。あ、自分はどっちって決めてなかったんだなっていうのを、本気で線引いてる人たちに申し訳なかったなと思って、で、今回からは、なんか、もっとはっきりグラフィティっぽいっていうんですかね、はいはい、っていうのを意識街中の、そう、落書きっていうのを、うん、っていうのを意識して、今回のこの活動の前には実際に自分がそのグラフィティの場所に行って布を貼って、はいはいはい、グラフィティを写して、なんか一時期いっぱいインスタに、うんうん、そう、なんか動画上げてて、ね、あのね、グラフィティからできたパンツめっちゃかっこいいんですよ、なんか今回ね。もうそれはもうほぼ病気なんですけど、なんかあのグラフィティはパンツにしか見えないなみたいなのが一個あって視点になってきちゃうんだよね、もうグラフィティを見てる視点が、絵を見て、絵を見て、なんかそれはあのスペースって書いてある落書きの A だったんですけど、そうそう、 A のエッジがうわこれパンツにしか見えないみたいなことを思っててで、ちょっとたまらない気持ちになって、その昼に布を貼って、はいはいはい、と落書き写しに行って、もう周りから見たらほぼ落書きしてる人なんですよ貼ってるかどうかなんて見えないから、でもやっぱその田舎っていうのもあって、誰にも怒られることなくその活動グラフィティ多いゾーンですからね、グラフィティ多いゾーン、はい、かなり助けられましたね、はいそうですよ、いやあのパンツ傑作だよね、そう傑作だったね、なんかそう、こういう今回みたいな絵も見てもらった時に象形文字っぽいねって言われることとかがあって、でなんかそういう意味でも結構シンボリックなあの絵になったのかなっていうのは、やっぱそのグラフィティの文字っていうのを写してきた結果、なんか自分の絵にもその外なのか中なのかっていうことを言われたことに対する決まってなかった自分の申し訳なさみたいなの責任を取るっていう意味でも、絵を描く責任っていうのは少し考えたのかなって思いますね。まあどこまで言っても落書きなんですけど、はい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 、そのパンツがマジでいいんだよな本当に、ね、でもなんかその服もさ、私もそうだけどさ、5年とか6年とか経ってるからさ、成長するわけですよ。だから多分一番最初にあのパンツ作られても私多分履けないし、なんか自分的にも履けるようになった、今履けれるようになったから履けてるっていうのはあるけど、そうそう、大人になったよね。いや、本当にそう。本当に。言われてみれば自分で、最初はあの最初にお話ししたみたいに、うんうん、あの金属の加工した品物とかリメイクばっかりやってて、うんうん、でそういうものを七重さんがたまたま学校同じで来てよっつって撮ってもらってっていうのがきっかけで発表し始めたっていうのがあって、うんうん、そっから初めて服自分でちゃんと服作ってみたいな活動がもう 5,6 年だったんで、やっぱ大人っていうか、っていうかね、いろんな部分が成長したよね。そうそう、なんだろう、着れる、なんだろう、例えばトレンチコートとかって中学生着れないじゃないですか。着れないね。でも今着れるじゃないですか。そういう感じ。それはあるかもね。近いというか、そうそうそう。似合わないんですよ、別にトレンチコート学生着ても。そういう感じかも。そう、なんかそういう意味ではさっき言ったみたいに、うん、まあ服のある形っていうのを借りてみてもいいのかなって僕自身が思えたっていうのもあって、うんうんうん、はい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 、まああとそう一回も言ったけど、やっぱバンド感もちょっとあると思うんだよな。あ、このグル感ね。そうそうそう。その感じは。それ昨日話したね。共通してる、もう周りには分からない何かみたいなので。
なんか認識があるだろうから。そう、なんか、その、そういう意味では、こういうものづくりをする前に、すっごい僕が悩んでて、なんか作るものなんだかわかんないみたいな気持ちの時にも、なんだかわかんないものでも着るから、私が。見てもらって、あ、これ、こういう風に着ようとかっていう風に見せてくれると、あ、じゃあわかんないけど、このまま行ってみようみたいな感じを勝手に信じれて、で、そのまま走った先に、まだ光かわかんないけど、なんかあそうかこのまま行けるなら行ってみようみたいなところまで行けたっていうのはあって、だからそうですね、前の展示終わってからかな、いろいろ考える時期も、とにかくその自分が作った服を七重さんが着ることによって古着にするだけっていう時期があったんで。そうだね、うん、古着にするだけっていうこと。そうだから要するに美智子が作った服をただ私が着るだけっていう時期があったんですよ。展示発表するわけでもなく、はい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 、はい、なるほど、ね、その時期の服も好きだけどね、あの丸いやつとかね。そうね、その時期の服は僕は見ると結構なんか心が痛んでる。思い出したくねえことも思い出すなみたいなこと言ってたよね。なるほどなるほど、うん、結構それはね、そうこの間見た時に、うん、ああ そんなのもあったなみたいな、ね、まあなんかあるよ、恐れずに、ね、そういうの変なこと思い出しちゃう、連想させちゃう。なんか私的にも、なんだろう、美智子の服はやっぱ面白いから、普通の服じゃないから、なんかこう気合が入り直すんですよね。うん、そうそう、なんかこの服こう着ようみたいなこと考えたりとかするのが、なんかなんだろう、別に最近はもう本当にお店に立ったりとか、そのおしゃれをして人前に出る必要があるロケーションがあんまりないから、まあラジオとかも別にバッキバキにおしゃれしてこなくてもいいじゃんって思うし、そういう意味ではなんか私の部屋さめちゃめちゃ服あるじゃん、すっげーじゃん、恐ろしいぐらい服あるじゃん、あんだけ服あんのに毎日同じ服とか、なんか2日に1回同じ服着るとかアホらしくなるんですよ。なんかそういうことを考え直せるからいいんですよね。そうそう。そうですね。やっぱね、服作っててもやっぱ自分がスタンダードじゃないんだなっていうのは理解してるっていうか。でもあの中にちょくちょく入ってるんだよね。なんか僕は本当にレディースの服もメンズの服もただ服が好きで、でそただ服が好きっていうだけだったっていうのが結構この道に進んだっていうか、そのファッション。そのカルチャーとかを持ってなかったから、ね、例えばスケーターでもなかったし、ああなるほどなるほど、その時まあ属性がなかったというか、今まで、そうモードでもなかったし、例えば音楽に詳しいかといえばそうでもなかったっていう気持ちの中で服を作り始めてハマっちゃったっていう人はファッションじゃなくて服にしかハマりようがなかったっていうか、なるほどね、そうだからやっぱりそういう服を全体的に見るのが好きで、でやっぱりこういう服もファッションっていうよりはただの服、うんうん、布の造形物、はいはいはい、人が着る形っていうものとしか捉えられないっていうのが、ね、こういう活動に続いてるっていうのがあって、うん、でやっぱ七重さんの家とか、うん、あのスタイリング組む前とか服見に行っても、そうそう、あこんな服面白いなって思って見てると、突然パッて自分の服が入ってるみたいな、そうそうそれ自分の服だったそう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 、だから要するに、あこの服かわいいねとか、こんな服持ってたっけみたいな見てたら、あれ俺の服入ってるみたいな、俺の入ってるわつって、突然あの現実みたいな直面して、いや頑張ろうって思ったりとか。いやでも本当今回の服めっちゃ良くて、私あの本当に OD の服を着る、それ以外捨てようかなと思ったんですよね。ソディディの服を着る、もしくはそれに合わせるもの以外捨ててもいいかもって思ったんですよね。おそうすごいなそれ。まあでもインナー基本ないから無理だけどね。まあそう、なんかやっぱそこは、いやでもそれぐらいいいです今回は、なんかあんまりグラフィックとかそのお土産っぽいものを作るのが向いてないっていうか、なんか自分はやっぱり服を造形することをやってるから、プリントとかプリントとかっていうのは責任持ってやれないなっていうのがあって、毎回ちょっとそのなんていうんですか、インナー系のものが少なくて、そうなんだよね。ああそういうことか、そうか。いやでも本当楽しみにしてください。
結構レディースだけどメンズもいけるものもなくはないよね、うん、なんか原型を当ててるわけじゃないっていうのがそこにも出てて、原型当ててればやっぱりある程度形で把握できる、例えば9号とか10号とか、うんうん、そのサイズを大きくしていくだけで大丈夫っていうことになるけど、ただ僕はやっぱ絵が大きければ服も大きくなるし、うん、それが小さければ服も小さくなるしっていう、まあそうかそうか、そうですね、本当に描いてるときは人と電話してたりお酒飲んでたりいろいろなんで、うん、なるほど、だいたいいるから毎日来てください。そうですね、ちょうどだからこれが土曜日なので、うん、あさっての月曜日からう、ね、うん、放送される日から言うとね、うん、そうです、うん、久しぶりだね、原宿毎日行くのとかね。そうね、久しぶりだよね、よ原宿に毎日行くなんてラフォーレ以外ないよ、ラフォーレ出勤以外。うん、そう、初日だけ5時から、あ、15時から3時からですね、でそれ以外は11時から21時、うん、9時まで、で最終日は7時までという感じで、うん、僕は毎日いるので、る、私は25以外はいる、そのムクムクの出店の時以外はいます。でも遊びに行っちゃってるかもしれないね、ね、うん、そんな感じです。ぜひぜひ来てくださいと、はい、いうことで、はい、ぜひ見てほしいです、はい、そうなんですよ、行ったことなかった、まだ行ったことないから、行きます どこかで、うん、そうなんですよ、やっぱ絵を見てもらうっていうのが結構大事な読み方の一つっていうか、そうだね、なんか例えば聞いてもらえば僕が覚えてる範囲でこの絵がこの服になったっていうのは、うんうん、分かるかなって思う。なんか前回もさ、これはどれみたいな、このパンツはどの絵みたいなやってる人いたよね。そう、結構それ言ってもらうことが多くて、僕はそれが嬉しくて、うんうん、ただ嬉しいんですけど、やっぱ描いてる時ってちょっと変になってるっていうか、ほう、なんか服作ってる時よりなんか、はいはいっていうんですかね、描いてる時の方が、描いてる時の方が、だからあんまり覚えてないっていうのが、あー、意識し、意識つかさ、なんていうか、そうなるほど、ね、ギリギリの状態で書いてる。それはそれこそスピですね。なるほどなるほど、まあでもそういうことだね。そうだから 100% 答えられるか分かんないですけど、はい、でも僕が言えるのは全部この布、この絵の形から起こった服でしかないっていうことですね。だから今回は結構その例えば相田さんは見てくれてたんで、あ、って思う部分もあるのかなって、うんうんうん、楽しみにします、ね、前回も踏まえて、そう、ね、うん、なんか過去のやつとかも持っていきます、ちょっとずつ写真とか、写真、うんうん、とかは持っていきますので、それを踏まえてこれですみたいな ねものは見れるかな。そ う, そ, う そ, う、うん、そんな感じかな。そうね、すごい、これそうだ、題名というか、あ、ハロー、そうなんですよ、ね、このハロー CQ について、はい、あの説明する場が一つもなくて、僕自身もあんまり説明、私この前撮影の時に聞いたんだよね。そう、なんかこのハロー CQ っていうのは、うんうん、あのアマチュア無線の CQ っていうのがあって、はい、なんか自分が CQ って言えばそのチャンネルをオープンにしてる、うんうんうん、あの基地局は全部答えてくれっていう意味なんですよ。なるほど。受信可能なら何の略なんですか。これはセキュリティ の, あのフランス語の略、あの最初が CQ であったり、あのコールオブスキュアーズとか、あの司法に呼びかけるとか、いろんな言われがあるんですけど、僕が知ったのは昔やってたブラックジャックのアニメで、その足が不自由な男の子がハロー CQ って言って呼びかけて、その話し相手を探すっていう、アマチュア無線の略符号、うん、そうだったんで、やっぱり僕たちがやってることはスタンダードじゃないから、とにかくこれを発表して誰か見に来てくれっていう気持ちにぴったりなんじゃないかなと思って、あ、それは面白いですね。そう、今回ハロー CQ、 今回っていうよりは僕の気が済むまではハロー CQ なんじゃないかなっていうふうに思ってて、そうですね、この波長があって人が来るわけですから。そう、この DM を見てもこのラジオを聞いてくれても、うん、何かビビッと来る人は来てくれたら、応答してくれたというか、ね、応答してくれたんだ、そういうことですね、うん、なるほどなるほど、なんかカムクイックの略でもあるって
そう、早く来て、うん、まあ、そう、助けて早く来てみたいな、あの遭難した時とかにこう、うん、誰か助けてくださいって言うってことだよね、うん、アマチュア無線の近くにいる人たちみたいな、うん、ここにいるよっていうか気づいてよっていうか、うん、そう、それでハロー CQ って入れたんですけど、アマチュア無線っていう単語があまりにも一般的じゃなくてその人に説明するときにアマチュア無線って言ったら何それっていう、まずアマチュア無線って何なのっていう話からしなきゃいけなかったんで、で今回はあのじゃああんまりハロー CQ っていうのはしすぎるとブレッジ説明文長くなるからブレちゃうかなって思って、ああ、これをこの中で例えばDM の中に書くにしても長い、確かに長いですね。そう、例えばどこで見るにしてもほぼ初めての人が多いなら、うん、はいはい、CQ の説明よりは ODD の説明かなと思ってはいはいはい、はい、そうなんですよ、ちょうどよかった聞いていただいて、い、僕も忘れてた、ハロー CQ、 そう、ハロー CQ、 そういう意味で、まあ、平たく言えば話し相手になってくれっていうようなことなんですよ、応答してくれみたいなね、そうそう、そうなんです、なるほどなるほど、うんうん、そういう感じですね、そう、そういう感じです、いや楽しみです、ありがとうございます、いや楽しみね、ね、楽しみ、まあ、僕はもうドキドキ緊張しちゃって、いや楽しみだ、チャーベさんとかにも見てもらえるだろうから楽しみじゃない、ね、ああそうですね、うんうんうん、なんか本当に今回突然ギャラリーを貸していただくことになって、もう空いてるのがこの日にちだけだよっていう感じで、そう、事前に言っていただいて、あ、じゃあその日にお願いしますっていう形で滑り込みさせていただいて、なんかそういう意味でもなんか服の展示、もちろんキットギャラリーでもよく服の展示をやってると思うんですけど、なんかもともとその展示の会場的な空気が服に寄りすぎてないっていうか、そのキットギャラリーっていう場所自体がいろいろやってるもん、そう、グラフィックも例えばそのネオンとかの展示もやられてたりするし、僕自身が服を作っていく上で、あの服で固まりたくないっていうのは思ってて、なんかいろんなことやってる人に見てもらいたいっていうか、発信するのも服にこだわったものじゃないっていうのがあって、そういう意味でもすごく、そうですね、そう考えるとかなりベストな、ベスト場所ですね、そうなんですよ、いろんな本当に人が光る場所だから、うん、そうそう、なんか服作ることはなんとなく分かるから、分かるわって共感するっていうんじゃなくて、そうなんですかっていう思いでやっていきたいっていうか、うんうん、その絵を描く人とか、うん、はいはいはい、音楽をやる人とか、うんね、うん、そういう人に来てほしい、そうなんです、だから別にファッションが好きとかっていうんじゃなくても、そうそう、興味があれば来ていただきたい、うん、見てもらいたいっていう気持ちは、そうですね、それをどう伝えるか伝わってほしいな、ラジオで伝わってほしい、うん、そうなんですよね、これでもここハロー CQ の話ができてよかったね、よかったです、ラジオならちゃんとこうね、今、うん、いい感じで説明になったと思う、うん、まさに、はい、ハロー CQ、 もう CQ ってここで言ってるっていう、そうだねそうだね、そうですな、うん、そんな感じです、はいはい、はい、じゃあ今日のゲストは ODD の高山道彦くんでした。お邪魔しました、はい、ありがとうございました。